ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。今夜も始まりましたナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。パーソナリティはアコースティック音楽ユニットナックルヘッドのボーカル永瀬と鍵盤としえです。月曜夜のハッピータイムはドライブスルーピッツァウッドベーカーズ、五つ星お米のマイスターのいる小江戸市場金広の提供、手作りの器で美味しいご飯、川越昭和の町の大黒屋食堂、エンターテインメントを発信するオフィススパークルの協力でお届けいたします。改めましてこんばんは。こんばんは。なんかこの頃さ、雨降って風吹いたり忙しいね。春の嵐ですね。いや、3月でここまでひどいあの年って俺なかったような気がするぐらいですよ。まあ寒暖差もね、結構今年はすごくありましたね。だって3月って言ったらさ、もうちょっとしたらこの頃桜咲くんじゃねえかって勢いなのにさ、例年はね、割と早くて、もう入学式待たずにね、ね、桜が咲いて、ね、入学式の時にはもうね散っているっていう感じでしたけどね。この前なんて雪降っちゃいましたもんね。あ、そうです ね、うん、ね、はい、はい、今日はですね、はいはい、3月に私たち、はい、ワンマンライブをさせていただいた、はい、音喫茶一条さん、はい、特別な周年だということで、はい、あのぜひゲストにねお迎えしてお祝いをしたいと思いまして、はい、はい、音喫茶一条さんにやってまいりました。はい、はい、それではね、どんなお話が聞けるのか楽しみですね。はい、はい、それでは一条さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず自己紹介からお願いします。音喫茶一条の、店主の荒木真理です。一条のマリさんの夫である荒木義人です。なんか緊張してますか？本当に緊張してます。2回目ですよ。皆さんにも伝わりますかね、この緊張感がね。はい、さあ、何周年でしょうか？この4月で10周年を迎えられることになります。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。おかげさまです。はい、この10年間の間で楽しかったこと、嬉しかったこと、何か思い出に残っていることなどありますか？最初の頃はやっぱりあのライブイベントとかが月に1回やれるかどうかぐらいなペースで、あとお店に私が一人でいる時間も多くて、はい、よしさんはお勤めとかもしてたんで、そんな感じでやってて、出演の方がでもあの地元のやっぱりミュージシャンの方が協力してくれるって感じで出ていただいたなって今振り返ると、とってもそれが思い出されて、はい、あのよくやれたなって、ありがたいなと思って、あ、はい、であの全然知り合いとかもミュージシャンの知り合いとかも本当に数少ないんですけれど、はい、そういうとこからあの出ていただいたり、うん、同級生のミュージシャンとか、はい、あとは本当になんかたまたまこの店を築いてくれたギタリストの方とかが、はい、あの出てくださったりとか、はい、そんな風にやってたなっていうのが思い起こされて、あのただそうやってやってるうちにあのどんどん、ミュージシャンからミュージシャンにつながって、はい、いろんな方が出てくだ、出演してくださってっていうのは本当になんか毎回奇跡のような、はい、あの喜びと嬉しさと、はい、
驚きで、うん、それをなんか続けてこれたのは本当に今になってもどうしてできてるんだろうみたいに思っちゃうぐらいなんですけど、嬉しいことです、はい、あと忘れられないのは、はい、やっぱり貸し切りで使ってくださる方が本当に思い出作りを企画して、はい、貸し切りをして家族にサプライズをする、企画、うんうんはい、そういうのとかを目の当たりにして、なんか自分たちもなんかすごく、あとなんか結納とかそういうのを、はい、大事な場面で、利用してくださったりなんていうのを、一緒にちょっとどんな風にするみたいに、やれたのなんかはとってもなんか思い出深いです。素敵ですね。やっぱり一条さんのお店ってすごくあったかいんですよね。アットホームですよね、本当、なんかだからやっぱり口コミというか人とのつながりがどんどん増えていくっていうのはすごくわかるよね。わかりますね。最初からピアノとかもあったんですか？ピアノは最初、はい、あって、で少しずつ防音をしたりとかですか？機材を揃えて。そうだね、防音したのも忘れられないね、なんかね。そうですね、向きになって、まあちょっとね、はい、うるさいよって言われたりして、あ、ちょっと苦労したところですね。そうですね、そこから、はい、徐々にやっていったんですけど、はい、まあ、じゃあどのぐらいやればいいんですかぐらいのこと聞いたら、折れなきゃいいんだよって言われて、そこからだいぶ熱くなってあやりましたね。難しいよね、本当ね。なんだろう、ここだけど、ほら一軒家みたいな感じになってるからまだいいんですよね、はい、これが壁つながりで隣にも店舗があるってなると、もう話は別ってなる感じで、ここに防音工事もかなり大変になるんですよね。でもね、本当素敵ですね。昼間はだいたい喫茶店っていうか飲食、はい、ですよね。そうですね、はい、でライブになるとやっぱり会場作りをするって感じですか？そうですね、はい、道路に面したところが、はい、全面ガラス張りなんで、で今は半分こうボードで囲ってますけど、はい、最初は本当全面ガラス張りだったので。そうだったんですね。防音ボードを4枚、はい、2階に置いといて、はい、でライブのたびに4枚下ろしてきてはめ込むっていう作業をずっとやってたんですね。ドアもはめ込むっていうか、ライブが始まるとピッと閉まる。そうですね、ドアも引き戸と、あと、はい、まあ、二重扉にしてるんですけど、はい、大変ですね。いや大変ですよね2階から下ろしてくるっていうのもあ、そうですね、3年ぐらい前からちょっとそこが厳しくなって、はい、まあもうちょっと自分では本意じゃなかったんですけど、半分はもう囲って、はい、2枚だけ下ろしていけばなんとかなるんで、はい、ちょっとやっぱ体力の限界を感じ始めたんでそこはまあ2階への階段も少しね急な感じがありますもんね、うん、古い建物なんで、かなり、でも素敵ですよね、うん、もう照明とかもおしゃれですし、木の感じとかね、ぬくもりがありますね、うん、ぬくもりがあるっていうのが俺好きですよ、そんな風に、ね、言っていただけると嬉しいです、ありがとうございます。いや演奏しててもなんかすごくアットホームな雰囲気になるっていうかね、自然とね、それがね、で、うん、音がいい、うん、ピアノの音も本当に素晴らしいし、ここまでいらしたことのない方もいらっしゃると思うので、アップライトピアノなんですけれども、はい、全部蓋を開けるんですよね、足の前まで全部、だから本当にグランドピアノと同じぐらいの音圧があるというかね、音量で弾けるというね。本当ですよね、すごいです、びっくりしました。他のお店ではそういうのないですね。でメンテナンスも行き届いているから、うん、
調律もちゃんとされていて弾いてて心地いいですよね。いや本当、うん、私が最初にここでここに鍵盤ちょろっと弾いた時に、はい、なんて素敵な音が出るんだって俺びっくりしましたもんね。いや実際ですねあの、まあ、こんなこと言うと失礼かもしれないけど他のお店とかにあのピアノがあっても俺たちあの電子ピアノで演奏することって多々あるんですよ。本当にやっぱり調律がね使ってる頻度が多い分本当は頻繁にっていうのがあるんでしょうけど、なかなかそこまでできないじゃないですか。お金もかかるし、そうするともう結構放置状態なところが多いくって、あのもうギターとチューニングが全然合わないっていうね、大変な、ピアノに合わせてよって言われてもピアノがもうチューニングがバラバラになっちゃってるわけだからもうあの合わせようがないですよね。なんでね、もうあともうあまりにも古すぎるのか、キーを叩いても一つのキーだけがあんまり鳴らないとかね、はい、あれはちょっと本番集中力が欠くんですよね。そういうのはありますよね。だけどね、でも本当一条さんは全てが素晴らしいですね。いやなんかね嬉しいです、そう言っていただいて、なんか、ね、全然自分たちもそんなにっていうかもう素人で分かってなくて、ただ音楽好きな、はい、音楽の愛好家っていうところからお店もスタートしてるんですけど、はい、床がその木だからか、うん、音が自分たちも心地よくいいかなって聞こえたのは、うん、はい、本当に何か何かを計算してとかではないんですけど、はいはい、すごくラッキーで良かったなって思います。それでそういうふうに言っていただけるのが、はい、ラッキーです。本当に嬉しいです。本当ね、きっと空間もいいんだと思いますね。ちょうどよく音の反響とかも、いやそうなんですよね、音が回るとかいうこともないですし、すごくいいよ ね、奥行きがあるからいいんですよ、ある程度の。これがね、横に広いと、そんで奥行きがないと音が回るんですよ。実際そんな感じなんですよね。さてちょっと一曲流しましょうか。はい、じゃあ曲の紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、今月4月の27日の土曜日に、ライブをしてくださる海月ひかりさんのピアノの弾き語りです。シンガーソングライターの海月ひかりさんとの出会いも本当に嬉しい出会いで、私たちから勇気を出して下北沢で声をかけさせてもらってからが発端で、毎年来ていただけて、4月の10周年の月にも来ていただけるのがとても嬉しいです。ぜひ聴いていただきたいです。曲名は千鳥橋です。教室の窓を開けたら、年越そくとビールの群れ、浅い川に千鳥橋、この町のお気に入り、クラスメイトの知り合いに自慢話を聞かせた。俺は昔空を飛んだ、嘘じゃなくて空を飛んだ。悲鳴、笑い声、悲しみ、怒りの涙、綺麗な白波、桃地の浜、ああ
れのない道なんて歩いてないよ。俺はいつも泥の中もがいてる、歌ってる、笑ってる、恋している、泣いてる、怒ってる、それでも生きてる、生きてるんだと。食べてる？太るからな。玄米なら太らないよ。ミネラルも豊富だし。歯に挟まるからな。昆布好きにすれば挟まらないし美味しいよ。川越米って川越で作ったお米のことかな。金広さんも生産してるんだよ。そうと聞いては食べたくなってきた。買いに行ってくる。全国どこからでも注文できるからね。金広です。川越のお米の5つ星マイスター金広。今月から新しいミニコーナー、教えてほしい情報&豆知識コーナー。このコーナーでは株式会社第一コーポレーションとグループ会社にいらっしゃるスペシャリストをお迎えして情報や豆知識を教えていただくコーナーです。今月は株式会社リライフよりケアマネージャーの林基美さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いします。川越市の、居宅介護支援事業所でケアマネをしております林と申します。はいはい、今回はですね、介護サービスってどうやって決めるのっていうところをお伺いしたいのですが。あ、はい、ケアマネージャーが大体決まってきますよね。はい、そうしますとですね、ケアマネージャーは大体ご本人様の、体のこととかいろいろなことをまず聞きます。はいはい、それをアセスメントっていうんですけれども、はい、その中でですね、そのご利用者様の方がですね、例えばですけれども、体を動かす機会も少なくなっていつの間にか足腰が弱ってしまった、家から出ないで誰とも話さない日が多くなっちゃったんだよねっていうようなことをおっしゃったとするじゃないですか。はい、そうするとね、その中でじゃあデイサービスとかね、使ってみたらどうですかっていうふうに、いろいろなサービスを、はい、ご提案するんですね。はい、でも、利用者さんとしてみたらね、聞いたことあるけれども、どんなところがあるんだろうって思いますよね。はい、で先ほどね、ケアマネが一番最初に、いろいろなことをお聞きしますよって言った時にですね、お体のことはもちろんなんですけれども、その方の生活歴ですとか、職歴ですとか、趣味とか、得意なこととか、そういったこともですね、本当雑談みたいな感じでいろいろと、お聞きするんですね。その中で例えばその方がね、麻雀が趣味だったんだけれど、もうね、友達とも会わなくなっちゃったし、4人じゃなきゃできないのでね、好きだったんだけどできなくなっちゃったんだよねっていうような話をされたとするじゃないですか。はい、そしたらば結構デイサービスで麻雀やってるとこあるんですよね。なるほどね。でそういったところがいくつかあるので、こういったところありますよって言ってみませんかって。やっぱり頭使いますもんね、麻雀ね。ですからね、いいと思うんです。はい、あとね、手芸だとかね、あとこう書道だとか、あと陶芸だとか、そういうのをね、好きで結構カルチャーセンターとか通ってたんだけど、今なかなか行けなくなっちゃった、一人でやろうと思ってもね、やる気にはならないみたいな、そういう方の場合は、結構ね、カルチャースクール的なね、講座とかね、やってるデイサービスもあるんですね。何曜日は何々とかって言って、ちょっとお金かかっちゃうんですけれども、そういうところもあるので、
まあ、そういうようなところをね、はい、ご紹介したりとか、はい、まあ、最近一番多いのはやっぱりあの筋力だとか、はい、歩行能力とか関節の動きがあのちょっと悪くなっちゃって自分の体力のことをね気にされている方が多いので、はい、まあ、そういった方にはですね、はい、あのまあ、通所リハビリって言って専門職、うん、あの理学療法士さんとか作業療法士さんとか、はい、そういうところがしっかり揃っている通所リハビリもありますし、はいはい、最近ではあのリハビリ特化型のデイサービスなんかもかなり増えてきましたよね。でそんなに1日なくても短時間で 2,3 時間で、もうその例えばマシンだけで、あの体力作りしたいとか、フィットネスクラブにちょっと普通の、ね、フィットネスクラブに通うってことは難しいけれども、まあ、あの自分に合ったあのそういったマシンをね使って少しずつ体力作りしたいとか、はい、そういうような方がもう結構多いんですけど、はい、半日とか1日型とかいろいろありますので、はい、まあ、そういったところをいくつかご紹介して、はい、まあ、そうするとですね、あの見学も今はね、させてくれます、はい、どこの事業所も、はいはい、お迎えに来てくれたりもしますので、はい、まあ、そういった手配をケアマネージャーの方でして、はい、それで、まあ、あのケアマネが勝手に決めるのではなくてね、ご本人のやりたいこととか、はい、こういうことを目標にしてあの頑張っていきたいとか、そういうようなことをお聞きして、それでまあ、それに合うような事業所をいくつか提案させていただいて、はい、まあ、ご本人に選んでいただくっていうような、うん、はい、そんな感じで、まあ、あのデイサービスのことをちょっと例に挙げてしまいましたけれども、はい、まあ、いろいろ泊まるところとか、うん、はい、そういうところもありますので、はいはい、その方に合ったように提案させていただいて、はい、一緒に決めていくというような感じです。わかりました、はい、ありがとうございました、はい、株式会社リライフケアマネージャー林元美さんによる豆知識でした。じゃあ後半戦いきましょうか。はい、後半戦、はい、ね、さあ喫茶店もやってるということですので、お料理のこだわりって何かありますか？そうですね、料理でちゃんと修行してるっていうわけでもないんでただやっぱり自分たちが美味しいって思うものと、はい、うん、あとやっぱり入れなくていいものは入れない、余計なものはなんか入れないでっていうのは、まあ、それが美味しさにも素材を生かせる美味しさになると思うので、はい、作っています。あとは本当になんかこんな言い方だとあれですけど美味しくなれと思って愛情を込めて作るっていう感じでしょうか、はい、一番人気メニューって何ですか？今の時期で言ったら、はい、まあ、ご飯ものはみんな人気あるんですけど、うん、今の時期だけ出すいちごのババロアがすごい今は人気で、やばい、なんかあっという間に売り切れちゃうみたいな。ここに貼ってあります。壁に貼ってあります。すごいね、写真あるんですけどババロアにいっぱいいちごが乗っていて、周りに、ね、私いちご大好きなんで、うわー美味しそうです。うわー食べたいね。食べたいな、うん、普通に食べてえな。ご飯ものとかですと私たちはグリーンカレーがね、うまいね。グリーンカレーも人気だね。カレーが、うん、他にも気になってるのはあるんですよ。アボカドとマグロの、はい、ネギトロご飯、はい、そうですね、特に女性にやっぱりアボカドのサラダとか、うん、アボカド の、はい、ネギトロご飯とかは人気かなと思います、うん、ただ全体的に、はい、なんだろう、すごくオーソドックスにこう出る感じなのがタコライス。あ、はい、タコライスもなんかコンスタントに、はいはい、まあヘルシーですよね、タコライスね、タコライスはそうですね、ちょっと思い出があって、はい、デリバリーの
ウーバーイーツで、はい、あの食べてくださったお客様が、はい、美味しかったって言って、うん、あの若い男性の方だったんですけど、はい、お店にいらしてくれた時もあって、はい、その方がそれで、引っ越しをする時にも、はい、もう引っ越しして、食べれなくなっちゃうんで、うん、なんて来てくださったり、なんかお礼みたいに言いに来てくださったり、挨拶って感じで顔を出してくれて、あとは近所に住む大学生の男の子が自分はタコライスがすごい好きで沖縄行った時にタコライスばっかり食べてたって言うんですね、はい、でその男の子がでもここのが一番美味しいって言ってくれて、嬉しいですねそれもはいとっても嬉しかったですよ、ね、タコライスは私もう絶対一条さんに来たらグリーンカレーって思ってるんですよ絶対裏切らないし、はい、一条さんでしか食べれない味なので。でもそう聞くとねタコライスとかも食べたいなってグリーンカレーの、ね、うまさを感じさせる一つある案があるんですよ。俺がとしえちゃんにグリーンカレーを作ってあげると多分ね、ここのグリーンカレーって本当美味しいんだなっていうのが分かりますよ。もう十分感じているのでグリーンカレーって言えば一条さんっていうところがすごくあるので。いや分かった、タコライス頑張って。ももちゃんタコライス好きだからタコライス今度頼んでみたらいいんじゃない。頼んで食べて、うん、そんでそのうまさを感じるためにまた俺がタコライス作ってあげる。よく意味がわからないんでねそれ食べたいいや、やめた方がいいですよ食べたら何この罰ゲームって思っちゃうかもしれないですね本当に簡単そうでそうでもないですよねタコライス味の決め手みたいなの。そうですね、味付けにちょっと工夫はやっぱりそうですよね、あれとあれを足してみたいなとか、はい、企業秘密ってやつですねそんなのってあるんそうなんですか、美味しくなあれってそこ大事ですよ、ね、一条さんもさっき言っていらっしゃったでしょ、はい、うん、いや美味しくならねえんだよな俺の場合な、はい、4月12日に10周年ということで、これからどういうお店を目指していくのかっていうところをお伺いしたいんですが。変わらないことも、はい、大事かなって思うんで、自分たちが美味しいって思ってお出ししてるその今言ったフードメニューとかスイーツとか、はい、あとやっぱりコーヒーが自分たちが好きなんで、うん、はい、コーヒーとかもそうですね、変わらない美味しさも提供していきたいと思ってますし、うん、はい、あとやっぱりもっともっとなんか生の音楽に触れて、はい、いい音楽聴けてよかったなっていう、明日からまた元気に、はい、やっていけるなっていう思いをお客さんと一緒になんか共有していけたらいいなと思ってます、はいはい、素敵ですね。いや素敵ですよ、なんですかね、なんか無垢ですよね、すごく、うん、すごく無垢に感じるんですよ、なんか純粋っていうかさ、うん、そこなんだろうなと思うんですよね、なんか惹かれるのが、俺たちもあまた演奏したいなっていう気持ちになるっていうのは、そこのような気がするんですよ、例えばですね、いろんなところで俺たちも演奏活動してきて、まあ、正直な話、俺たちの音楽は別にベルトコンベヤーに乗ってきてここに宅配みたいにポン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 そんな音楽をやってるつもりはないんだよって俺は思ってるんですけど、だけどそういうふうに捉えるお店もかなりあるんですよ、正直な話、うん、だから俺自身もそういうお店ではもう演奏したくないっていう気持ちになって、だいたい声かかっても断っちゃうんですけど、だよまたやりたいっていう気持ちになるっていうのはそういうことだと思うんですよ、やっぱり、うん、ありがとうございます。そういうね、まこちゃんは一条さんから何度も何度も出てって言われてずっと断ってたのに、うん、出演してみたら
もうで、ね、もう気に入っちゃって本当お気に入りですよ、うん、川越ではもう一条さん素晴らしい音だしあったかいし、ね、みんな喜んできてくれるよね、うん、お料理も美味しいし、いや本当ですよ、うんうん、まあ、実際ですね本音を話すと俺の中の、 あの一つの約束事が本当あったんですよ、あのそのある程度 の、 その例えば川越とか鶴瀬とか、うん、そこら辺の近辺ではもうここでしかやらないっていう、だ同じ市で川越市で2件演奏することっていうのは俺の中では絶対なかった、うん、NG だったんですよ、うんうん、けどそれは言ってられないなと、うん、俺の中で、うん、なんか、うんうん、なんだろうな、あの結局ほら同じ川越で やるとするじゃないですか、うん、演奏を、うん、そしたら別にここでやればいいじゃねえかっていうふうに、俺自身思ってるんですよ、別に一箇所でやればいい話じゃねえかよっていうふうに思ってたんだけど、けどあのお気に入りの店が2つできちゃうとやっぱりそれは、うん、あの、まあ、俺たち自身がしたくなるっていうか ね、 そうね、まあ、大黒屋食堂さんはライブハウスというわけではないし、ないですけど、ね、ライブバーでもないので、うん、まあ、その時だけ自分たちの PA 持ち込んでっていう形なので、またスタイルが全然違いますし、まあ、こちらはもう音響バッチリ整っていて安心して演奏ができるっていうね、はい、だからもう一条さんを ね、 そうですね、やらせていただけるのであれば本当に嬉しいことですね、うん、ありがとうございます。そんな言葉を聞けて、やっぱりね、そういう信念があるから、ナックルヘッドさんの場合は見てるお客さんの顔を見ると、うん、みんな本当楽しそうで、うん、でやっぱりちょっとこうグッとくるような 曲の時は泣いてる人もいるし、うん、でそういうのを見てると、あ、やっぱ音楽っていいなと思って、うんうん、で永瀬さん自身もなんか楽しそうにやってるじゃないですか、はい、そこがやっぱりこれからやっぱり目指していきたいところですね、うん、演奏者の方には心地よく演奏してもらって、お客さんが楽しそうな顔、あ、楽しかったなって言って帰ってくれる、うん、そういう店を目指したいですね。素敵ですね、もうこれからも楽しみにしてます、うん、はい、ここで曲1曲流しましょうか。そうですね、はい、じゃあ紹介お願いします。はい、もう1曲は、4月の14日の日曜日に演奏してくださる栗林すみれさんの、ネームレスピアノという曲です。
ストのピアノ演奏っていうことですか？はい、栗林すみれさんはジャズピアニストなんですけれども、はいはい、これはアルバムのタイトルの曲なんですけれども、はいうんはい、とってもすみれさんの美しい、すみれさんらしいこう、そうですね、はい、叙情的というか、はい、良さが感じられる曲なので、柔らかさの中に少し芯があるようななんかでもすごく素敵で、タイトルもいいですね。まあ無題っていう感じですよね、ネームレスでピアノ、すごく素敵です。まあ、だから聴く人によっていろんな思いが繰り広げられる曲かなって、ライブね楽しみにされている方もいっぱいいると思いますよね。さあで、はい、1曲目に流れたシンガーソングライターさん、海月ひかりさんですね、うん、俺すごくシンプルですごい素敵だなと思いました、はいはい、なんだろう、聞いててですね、熱唱しなくても声が聞こえるっていうシンガーソングライターさんだなってすごく感じました、うん、シンプルな中にねやっぱりすごく思いが伝わってくる、素晴らしいですね。いや本当ね、歌わなくても歌が聞こえるっていうのは本当素晴らしいんですよ俺それを自分の中で目指してるんですもん。なるほど、じゃあ歌わないで、うん、素晴らしいと思いますよ、聞こえる、はいはい、さあでは今月の告知といいますか、ライブ情報を教えていただけますか？今月は、4月13日が、土曜日、スペイン音楽のスペシャルライブで山田洋一郎さんのスパニッシュギターとゲストの杉本真理子さんのピアノの演奏があります。すごい。でその翌日の14日の日曜日は栗林すみれさんと須川隆さん、リオですね、リオでライブあります、はいはい、で翌週は4月の20日土曜日、天達直彦プラスねじえもんジャズライブ。天達さんは地元のミュージシャンですね、フルート吹く、はい、ジャズライブで、フルート と、一条が初ライブになるねじめさんがボーカルで、はい、はい、いらっしゃいます。で21日の日曜日は、ロックな爆裂ボイス対決みたいなもう本当にすごいロックボーカリストが2人ツーマンなんですけれども、はい、リコ&新一藤沼、リコ&、そうですね、 いつもリコシンって言っちゃってるんですけど、はい、リコ&藤沼真一さんの、ユニットと、はい、ハンサムハンジさんがツーマンでやります。アコースティックですけれども、もうとってもロックな2組です。で4月は本当にちょっと10周年の月でもあるんで、はい、平日はあまりライブは普段やってないんですけれども、はい、こちらも矢野純子さんというシンガーソングライターの方が、コーチの方なんですけれども、はい、アルバムリリースの、関東ツアーがあるので、はい、平日なんですけれども、リリース記念スペシャルライブという形で25日木曜日の夜、ピアノの弾き語りライブがあります、うん、すごいすごいです。でその週の、27日土曜日が先ほどかかった三月ひかりさんのライブがあります。この日は、こちらもまたスペシャルな、サポートが入りまして、はい、パーカッションで、ジェット宮田さんが参加してくださいます、はい、こちらもとても楽しみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、で10周年ということで何か特別な日があったりするんですか？あ、はい、そうでした、4月の12日が10周年になるのでですね、10、11、12日の平日なんですけれども、その週の3日間、はい、
人気メニューのガパオライスになんと、グリーンカレーがついてくるっていう今はハートに矢が刺さりましたよくガパオライスにしようかグリーンカレーにしようかって悩むお客さんがどうしようかなどうしようかなって悩んでたりされるんで、この3日間は悩まずどちらもグリーンカレーがついてくるんで、ガパオライス両方味わっていただければというスペシャルなメニューがあります。あと4月は、小江戸ビールがちょっと感謝価格で、提供していたり、他スペシャルなメニューを考えておりますので、ぜひ足を運んでいただけると嬉しいです、営業時間を教えていただけますか。はい、営業時間は、水木金の平日は11時から夜の8時まで通しで営業しています。で、土曜日は、ランチ営業がだいたい2時、2時までで一旦クローズになりまして、だいたい夜が、ライブイベントになってます。で、日曜日はライブイベントのみの営業です。はい、わかりました。予約はした方がいいですかね。予約制とはしてないんですけれども、予約をしていただいた方が席が確実にキープできるので、ありがたいですし、あとそうですね、結構今年は満席になったり満席に近いライブが多いんで、ぜひそうですね、予約してくださるとありがたいです。はい、わかりました、気になる方は SNS などで検索していただければ情報があると思いますので、ぜひね、こちらにお出かけください。お別れの時間になってしまいました。早いですね。今日ありがとうございました。ありがとうございました。何食べたい？ピザランテどう？そういえば国道16号線の古谷の信号あたりにドライブスルーピッツァウッドベイカーズってお店があるらしいよ。ウッドベイカーズ？美味しいの？ウッドベイカーズは木の燃料のペレットを燃やしてピザ窯で焼いてるから、香ばしい木の香りがピッツァや野菜からするんだって。薪で焼くって美味しそうだね。じゃあ電話で予約して買いに行こう。予約しなくても90秒で焼けるらしいよ。でも混んでるかもしれないから電話予約してみるね。ウッドベイカーズ、電話は049-230-3500。見て見て、メニューが豊富だよ。何にする？お別れの時間になりました。この番組へのメッセージは X ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー、 Facebook ナックルヘッドまでお寄せください。この番組はドライブスルーピッツァウッドベーカーズ、五つ星お米のマイスターのいる小江戸市場金広の提供、手作りの器で美味しいご飯、川越昭和の町の大黒屋食堂、エンターテインメントを発信するオフィススパークルの協力でお届けいたしました。では来週もまたお会いしましょう。ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。